よいしょーよほーと、今日は最近アミが気に入って使ってるコスメだったり、あとはしょっちゅう使ってるやつ同じか。とりあえずそのコスメ類と、あとはまあスキンケア類だったり、まあ最近のお気に入りを全体的に紹介していきたいなと思ってて、そう、最近レビューばっかりやったからさで、まあ最近はね、あんまりね、遊び行ったりとか、まあミルキーのこともあったりするから、長時間外にいることとかってあんまりなくて、まあ教習所とか全然まだ行ってるんだけど、教習所行ったりとか、あとはそのママのお店手伝いに行ったりとか、うん、そういう感じで、あんまりね、そのおしゃれしていくような場所に行かないのね。で、そういう時ってやっぱお化粧もめんどくさいってなっちゃうから、と、まあそういう時に使うような、もうほんと5分10分でできるような化粧とかも全然最近はするし、まあそういう時にね、何使ってるかとか、まああとは普通に普段普通に好きなものとかを、まあちゃっと説明も入れながら、説明していこうと思います。で、まずまあスキンケアからいこうかな。スキンケアがと、なんだっけ、金粉の化粧水とか前紹介したりとかしてたんだけど、そういうのは基本的なことは変わってないんだけど、チャラン、これをと、マリオデダスクっていうんだっけ、バデスクの、このね、ローズウォーターの、スプレー、ミストが、これすごい最近気に入ってて、なんでかっていうと、まあ、ローズウォーターってもともと全然肌にすごいいいって言われてるじゃない？まあ、それもそうなんだけど、あとこれ、すごい大きい容量で、確か2000円ぐらいだったの、ビューティーベイでね。だから、もうそれですごいお得だなと思ったし、あとは、コンシーラーとか塗るときに、まあ、後でいろいろ説明はしていくんだけど、そういうときとか、筆とかに吹きかけても使えたりするし、結構、全体的にすごいいい？すごい保湿してくれる？おすすめだな、と思って、とりあえず、これ。まあ、化粧水塗った後とか、まあ、使ったりとか。あとは、全部、化粧終わってからのセッティングスプレーでもいいし、何でも使えるような感じのミストになってるから、これすごい最近使っておすすめ。そしたら次に、ファンデーション。今日も実はつけてるんだけど、前にね、レビューをしてるんだけど、LA ガールのプロカバレッジ HD ハイデフィニッションファンデーション。これの、前は一個明るい色をつけてたんだけど、ちょっとだけ焼け、なんだっけ、ボディセルフタンニングをしてるから、このポースレンって色が今ちょっと最近この色になってるんだけど、そんなわかるかな？わかるぐらい黒くなってるかはちょっとよくわかんないんだけど、とりあえずこれがアミ今すごい好きで、これ使ってて、もうね、すごいね、なんて言うんだろうな、みずみずしくしてくれるし、軽いし、もうほんと、レビューは、これまた他のビデオにあるので、また見てない人、見たかったら見てください。で、次にまたファンデーションなんだけど、こっちは、普段、その5分10分でできるようなファンデーションっていうか、その化粧の時に使うファンデーションで、MAC のスタリオフィックスの、NC35 番の、パウダーファンデーション。これをアミは、多分前にもどっかで言ってるかもしれないんだけど、マーフィーの M439 番、こういうブラシで、くるくるって言って乗せて、終わりみたいな。やっぱりこう、リキッドファンデーションだと、こう、一回こうやって乗せて、ぼかして、ぼかして、みたいな感じが多かったりするんだけど、でもこっちって結構いろいろ楽で、もうパッて開けてパッてやるだけっていう、その手間がすごい省けるから、ほんと、もう行かなきゃとか、もうすぐ10分とかでできるような化粧の時はもうこっちを最近すごい使ってて、カバー力もすごいいいから、くる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 ってずーっとこうやって、なんていうの、こうやってると、すごいね、いいんだよね。だから、これ、最近、よく、この二つは、よく使っています。そしたら、次に、ブラシ。前にもね、説明ってか、おすすめの時に、かなんかで言ってると思うんだけど、コンシーラーブラシ。
これがモーフィーの E の8番。で、メイベリンのコンシーラーだったり、これは、コンシーラー、この目の下だったりね。いろいろ塗せるときにはすごいこれ、使いやすくて、ぼかすときすごい綺麗にぼかしてくれるし、このね、ちょっとフラットになってるところもまたね、すごいいいんだよね。で、さっきのミスト、これを一緒に、パウダーファンデーション乗せた後に、やっぱリキッド乗せると結構馴染みにくかったりするの。結構あのね、パサついちゃったりするから、そういう時にこういうミストを吹きかけてから、コンシーラー馴染ますと結構いい感じになるから、アミはこのやり方でやってて、このブラシもすごいおすすめ。そしたら次に、まあブラシなんだけど、これも前に言ってる。最近あんまり新しいブラシ全然買ってないんだけど、これもずーっと、使ってて、モアフィーの Y の5番のブロンザーブラシ。この間多分、どっかのビデオの中でチークに使いたかったんだけど、ブロンザーですごい良かったって言ってたと思うんだけど、もうこれはね、すごい柔らかいし、形もすごいちょうどいいんだよね。で、ここはちょっと細まってはいるから、このコントはしたい部分とかにすごいフィットしてくれて、すごく好き。これほんと好きだと思う。そしたら次にハイライトはもうレビューをしてるから多分みんな知ってるけど、とウェット&ワイルドのメガグロウハイライティングパウダーね。これもう本当に好きで、前にとビデオをちょうど上げた時とかは売り切れになっちゃったりとかしてたんだけど、もう今この間見たらまた800円ぐらいで出てたから、アミもまたストックとして1個買っといたんだけど、とりあえずこれはもう本当に神、この値段で、この輝き。あ、もう本当にね、好き。まあ、これファーストインプレッションで、ウェット&ワイルドの全般のやつが載ってるので、またこれ見てない人は見てみてください。この薄さも持ち歩けるし、もうすぐパッて取れるし、もうそういうのがすごい、アメは最近こう、楽を求めて、その時間短縮とか、その楽さをすごい求めてて、だから、アナスタシアのグローキットとか、あと、フダビューティーだったり、こういう、なんていうの、パレット状になってるハイライトっていうのかな。そういうのって、やっぱこうカバーこうやって外して、こうやって開けて、こうやってやるっていうよりは、もうこれこうやってパッと開けて、すぐ乗せる方がすごい楽だから、結局ね、こういう系を使っちゃうんだよね。でも、ハイライトすごくなんかいっぱいあるので、アミも付け比べをしてみようかなと思って、何が一番いいのか？とかって、もうほんと全部いいから、あんまり、なんか言えなくて、一概に。だから、そういうのも、ビデオの中でまたやれたらいいなって思うから、待ってて。そしたら、次に、チーク。チークもこれね、さっきと同じ、ウェット&ワイルドの、カラーアイコン。メローワイン。この色、やっぱすごい好きで、やっぱ、今の時期にすごいちょうどいいのね。今もちょうどつけてるんだけど、やっぱり焼けた肌っていうか、こう、ちょっとこんがり系の肌でもいいし、全然肌が白い人にでも合うだろうし、夏、春、このチークはほんと多分たまんない。で、馴染みもすごいいいし、ぼかした感じもすごくいいし、まあ、これも、その、ファーストインプレッションの時にすごい絶賛してるので、まあ、見てない人は見てみてください。そしたら、アイシャドウなんだけど、アイシャドウも、本当に、一つしか最近はずっと使ってなくて、それが、これ。アナスタシアの、モダンルネッサンスのアイシャドウパレット。これ汚れたくないから、いつもこれ、つけてるんだけど、これね。で、これ何がいいかっていうと、まあ、発色もすごくいいんだけど、色味感が、その、つけまつげつけなかったり、普通にマスカラだけの時とかって、結構、濃い色を、二重のラインとかに入れると、雨はすごく、目がこう近かったりするから、こう離れさせて見えたりするのね。ラインみたいな感じで。だからこの茶色の色だったりを、この目の際の二重のちょっと下の部分に入れたりとかすると、こう広がるっていうか、そう、とりあえずすごく良くて。で、あとはこういうちょっとトープ系の色もナチュラルに入れられたりもするし。で、今日はこの目の下に多分あんま見えないと思うんだけど、目の下にこの赤も入れたりとかして、この赤もすごいツボなんだよね、雨の中で。で、何がいいっていうと、こう、雨の部屋ってすごいここ熱くなっちゃったりするから、リビングとかで、
と化粧することがちょくちょくあるんだけど、そういう時、あ、アイシャドウブラシ上から持ってくるの忘れたって思ったら、もうこのブラシでも結構良くて、まあこういう付属品のブラシってあんま良くないって言うけど、このブラシね、結構いけるんだよね。柔らかいし、あとこっちもすごい使いやすくて、アミはそうやって茶色いラインを入れたいって言ってたじゃない。このブラシのね、ちょうど形がね、そこに合うような形で、アミはこのブラシも結構愛用してたりする。これはまあとりあえずこれはね、最近のマストアイテムにはなってるかなって感じ。そしたら次にリップライナーなんだけど、リップライナーは、今これつけてるのが前からずーっと言ってるリメルのコーヒービーンなんだけど、でも他にも最近使ってるのがあって、まずこれが、ちょっと汚い。ポーチにずっと入れてるから。カラーポップのボーイズタウンって色。で、このマーブ系のピンキーっぽい色がすごい三つ葉なのね。で、インスタとかにも多分写真はすごい上げてるし、あと多分 YouTube の中でつけてたかな。でもこれ結構最近カラーポップでいろいろ買った時に、まあ買ったやつなんだけど、もうほんとこれは神で、これと一緒にとシグマのリップグロス、このピンクっぽいマーブ系の色を、これ二つね、コンボはね、ほんとにこれアミ大好きで、なかなかね、日本で難しいんじゃないかな、こういう色って。なんか見つかんない、こういうグロスとかも。だからこの2種類は本当に、マスト、雨の中でね。まあ、気分ってすごい変わるから、こういう赤いヌード系だったりとか、あとはこっちのマーブ系の、このピンキーっぽい色とかも、まあ、そう、使い分けて、使ってるようにはしているかな。で、まあ、あとは、あまりがっつり化粧しないときは、マックのストリップダウンはいつも使ってる。まあ、マックのストリップダウン塗って、とクリアのグロスを塗ったりすることはすごく多いんだよね。で、あとこっちはカイリーのリップライナー、ジンジャーの色。これはちょっとオレンジ、こうなっちゃってるんだよね。なぜか。よ。これもね、結構ね、ベージュ系っていうかオレンジ系が入ってるんだけど、まあこれもね、結構使える。同じようなマックのストリップダウンと同じような要素で使えるから、これはすごい好き。うん、で滑らかだし、こう馴染みやすいから、すごくこれは好きなんだよね。はい、ちょっと今いきなりずっと喋ったんだけど、まあ喉渇いたまあとりあえずコスメはこんな感じで、前からね、ずーっとセルフタンニング何使ってますかってずっと言われてるんだけど、そう、もう最近はもうこれをずっと使ってて、なんか黒くなってんのか黒くなってんのかちょっとよくわかんないんだよね、自分で。でも多分黒くなってるよね、少しはね。そう、週にね、まあ最近ほんと2週間もしないな、1週間ちょっと前ぐらいから試しに塗り始めてるんだけど、まあとりあえずこっちが、CBS で、ニューヨークにいた時に買ったんだけど、サンレスグロー、デイリーモイスチュライザーっていう、ミディアムトゥータン、スキントーンズって書いてあるんだけど、これが、書いてある値段。CBS でね、9ドルだね。はい。これは、とりあえず、日本から買えるのかが、ちょっとよくわからなくて、多分これもすぐなくなってまた違うの買うだろうから、またその時日本で買えるようなやつを買ってみたいなとは思うんだけど、いつも手、この、これやった後手洗うのとかすごいめんどくさくなっちゃうのね。夜疲れた時に塗ったりとかすると。だからそういう時はこういう、手、これ入れれるんだけど、こういうね、こういうやつね。これで、クリーム出して、塗ってる感じ。だからこれもすごい使う。これもね、Amazon で500円とか1000円しなかった気がするんだけど、日本に売ってるのかが、これ全部ね、アメリカ、ニューヨークで買ったやつだから、そう、だからずっとね、紹介するかしないか結構迷ってて。なので、まあ、とりあえず、こんな感じ。これがクリームね。で、これだけだとちょっと、
黒さが全然なんか雨わかんないと思って、まあ一番最初に買ったのがこっちなんだけど、本当は。ボンディサンズ？ボンディっていうのかな？これ。これはね、リッドゴールドセルフタンニングドライオイルだって。これなんかすごいみんなあの YouTuber とか、その海外の人はすごい最近使ってるやつだったりして、アメも誰かの YouTube を見て買ったんだけど、これ一つだけだと全然黒くなんなくて。だからこっちも買ったんだけど、そう、まあこれはね、ちょっと出してみる？いいよ。こんな感じ。で、これを、この、これで、こうやって、ねじましていくんだけど、別になんか、出かける前とか、ちょっともうちょっと、こことかやりたいなーと思った時とかつけたり、まあ全体的にもつけたりはするんだけど、そう、とりあえず雨はこの2種類で、雨ほんとこれだけしか試したことがないから、他のがどうかって比べたりとかできなくて、なので、もっと夏本格的になったら、またこういう、多分この間も言ったけど、Q&A のビデオで、またこれだけ単独でのやり方だったり、なんかこう、やってるチュートリアルっていうの？そういうビデオもちょっと作っていこうかなって思うから、とりあえず、みんな知りたがってたから教えようかなと思って。この二つね。うん。まあ、とりあえずそんな感じで、ハイライトとかもね、そう、付け比べていろいろ研究したいなと思うんだけど、ちょっとすごく今、バーッとバタしてて。なのでちょっとビデオ、今回のビデオもね、ちょっと遅れちゃったね。ごめんなさい。で、次のビデオは、ブラシを編み、ちょっと洗おうと思ってるから、ブラシどうやって洗うのかとか、まあちょっとしたこういうなんかこうパッドみたいな、パッドっていうの、マットっていうのみたいなやつとかもあるから、そういうのも見せていきたいなと思って、まあ次のビデオはブラシのお手入れのビデオにしたいなと思ってるので、まあ気になる人はお楽しみにって感じで、まあ見てくれてありがとう。じゃあまたねー。